相手をチェックして、アフターショックも入っています。シャッターは閉まっていますが、早速割っていく。ここからは B バサミです。クレジラ君引いて相手を入れ込む構えです。寄ってきたメデューサを仕留めたのはポエム、裏からはネス、いやバリオームで分断。ボートハウスには2名、クレイジラ君も相手を迎え撃つ構えです。これ侵入できていませんね。これ B メインの構成が重要ですね。はい、3対3。そしてセンター戻ってるのはペッパーです。裏を取られてるリバブロフィスカ、シェリフのフィスカ、後ろからペッパー、ナイスカバー。正面では置いた、ガラスは割れていません。まずは1人咲いた中、ペッパーがピークします。ラフターウェイは置いた、置いたは顔を出しません。あと1人の情報がダイヤで上、ここで位置が分かった。仕留めたのはペッパー、シェリフ捉えることはできません。ただ情報を持っています、クレジラ君。これでもうボートハウスの中2名入ってるわけですからね。はい、うわ強い、しっかりフィスカー戻ったところヘッドショット、置いたを仕留めます。ネビラで切りながらバッチ、ボートハウスで粘りを見せる。いやこれ時間ないですよ。ブラックバルビングス残りは8秒、進めない、設置ができない、そして進めない。ここはバッチが見せた。中央マーケットにすでにペッパーが侵入しているところ、どうだ、チーカも入っているが巻きに入ったところ抑えられてしまいます。ここはうまく B サイドを取れそうなブラックバードイグニス、ただよりも早いですからね。はい、あとはバッチ選手のローリングサンダーも上がっています。こうなると B メインの追いタンが鍵になりそうですね、うん、これペッパー追いタンがどれだけ前目で止めれるか。まずはヒスカペッパー抑える、ローリングサンダー待ったらしい。 B サイトにしっかり入っています。リパブロは視界は取れている、宙に浮いたフィスカを落とす、ワンオーワン。最後取ったのはバッチでした。リパブロを落として解除に向かう。ゲッタペッパー、どんな避け方。さらに相手の位置も分かっています。このまま設置までいけるか、ネスがポエムを落とします。世界は分かたれている。その内側に入っていたポポカチを落としたのはフィスカ、侵入したペッパー、よく2人落とした。2オン2不利かと思ってたイグニス、ペッパーが水さをイーブリしました。さあバッチネスの取り返し、会場を鳴らしてフラッシュ、後ろにはリバプロが回っています。ワンオツ、これはバッチ挟まれている。いやグラビティ、いやスタンダースタン入って、勝負に出たリバプロ、はい、持ち込みましたよ、あの壁を。さあフラッシュ避けれなかった、アップテール浮いて、このアップダウンと味方のカバーも入っている。そのまま十分からキルを取りに行った。本当にペッパーアビリティの判断早いですね、はい、さらにキルもしてもらったか、スモークだからペッパーセカンドキル、さらにテールウィンド上がったところでまたスモークだから引いていって、生存能力が高すぎる。 B サイトではネスがダブルキル、イグニスの進行を阻止しました。2オン3バリアオブでスモークの上から顔を出していましたね、はい、そして中央マーケット、オイタンが粘りを見せる。右左右左とエイムを置いていく。最後はネス、クラシックで追いするのはオイタンです。行くしかない、まだ終わりじゃない。ネスが当てを起こします。ハンターズ距離、ポポガチが相手の寄りを遅らせます。ネスが侵入、スパイクは設置させません。そしていく、ここでエリアを取っているのはクレイジラ君、押し込まれて出れないのはイグニス、自由に動けません。2オン5、さらにフラッシュ、設置はできない、設置をさせないクレイジラ君。ネスが飛び込む、次はメデューサ、第3待ったなし、ローリングサンダー逃げ場なし、置いたん。メインからはフィスカーポパー、 B5 名で突破していこうという構えです。見てください、ロックダウン4でサイト内誰もいないんですよ。しっかり開けていく、そしてネスのバリアオーブの上に乗ってるのはメヒューサです。お前グラビティウェルで下ろしましたね。そしてクラッシュ、裏からはフィスカー、裏を見ていたポイムを落としています。巻きに置いた、重要なポジション、どれだけ潰せるか。メインを警戒しています。ただメインはフィスカ、さあ二度見ポポガチ、さあそのままオペレーターでフィスカを落とします。置いた置いた、ここはクリアリング、あれがしっかりヘッドショットで置いた落としています。まだメインのポポガチも残っています。あとは中どれだけ耐えれるか。メデューサスモークだからフラッシュ、フラッシュが効いていたペッパーを落として、リパブロはまだ時間を稼ぐ。ボートハウスダブルキル、時間ないですよ。ワン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 、ここはで引くしかありません。なんとか粘ったリパブロ、早いということですからね。
さあ前半ラウンド、さあ最終ラウンド、まずはファーストバッターネース、ヘッドショットからの胴体打ち。ここも B メイン一人で強気に顔出していくんですよ。はい、ペッパーを抑えました。ペッパーを失ったブラックバードイグニス、飛べるかイグニス。 A メインからのアタックになりそうです。まずはラフターとの勝負。姉のオペレーター、姉は一旦引く判断、リコンボルトで姉の位置を分かっています。ポエムが楽です。 B 側ネス VS ポエム、お互い B での 1on1。 コズミックデバイドで A サイトを切っています。おお、このコズミックデバイドフェイクですね。でポポガチを残しますか。面白いメデューサ、これは背中を突かれました。いやこれ先ほどのラウンドで A、はい、コズミックデバイドからの設置でラウンド取られてるんで A 相当警戒してましたね。そうですよね。そして姉がクリアリング、いやこれは B サイトに合流ですね。ネスに合流します。フルボタンシャドウ、ただこれネスバレてないぞ。いやーここは裏から入ったボエム、正面からネス、さらには視界を奪われたリバブルを抑えます。ビスカーが置いた、抑えて残ったのはポポガチです。ワンオフォー、最後はビスカーの後半1ラウンド目です。ブラックバードイングにして、これは強気にセンター取りに行く。フラッシュからバーン、ペッパー選手がファーストブラッド、さらには上がってくるメデューサ、ポエムを抑えています。お互いセンターミッドを取らせません。さあ4対4という状況です。ただブラックバードイグニスはヒールできませんが、クレイジーラクーンはメデューサがヒールできます。かなりお互いダメージ食らいましたね。倒した。ポポガチがミッドでメデューサを抑えました。ここでリグロースは使用できません。タレット破壊、ナノスワーム、フォートライン、これは進めないですね。ただここはトラップを使わせて、ここからです。もうガッチリ押さえられてますよ。ペッパー来るなら来いと、勝負押さえたのです。すぐさまカバー、ポポカチ取り残されたのはバチです。位置もバレている。ワンオースリー、正面からワンオースースタンが入っている。ヒヤッとしたところですが、最後はオイタン選手がヘッ、いい音しましたよ。ペッパー体力10、そして右側に入ってるのがバレている。やられた、取り返しで抑えようという判断。シャッター1人は持っていくぞというオイタンの構えです。 B 側ではポポガチが切るとすべき回収してますね。ここで4対4、ポポガチのこのファントもどう運用するかですが、強気に行きますかね。フラッシュからペッパーが空からクリアリング、オイタンがフィスカを抑えています。トレードはできているイグニス、3対3。メデューサ、なんだ今の、なんだ今の M、 なんだメデューサが止まらない、なんだこれメデューサ、なんだこれメデューサ、状況がかなり苦しいですからね。このラウンドでアルティメット使うのは難しいですが、ただポポガチファーストブラッドですね、中央を抑えました。リポブラ、ただそこをカバーしたのはメデューサ。メデューサの中央のカバー率、そして B に合流。マッチはローリングサンダーまだ打ちません。これはエンドに寄れてますから、どうだ、エントリー使いますね。グラビティウェル吸い込まれながらもメデューサを抑えます。セカンドキル、いやーオイタン、アフターショック、シーカーも入っている、イチャーバレているか、バレているなら前に出る、そのオイタンの構え、ボタンバレてくるオイタン、これが守護神オイタンだ。そしてペッパー、すいません、さあまずは判断スキュリー、ね、うわ当たってる、いいですね。相手のエントリーに対しての直線上のポポ勝ちの判断スキュリーです。A メインに対してナノサーブ、ネスは動けない、いやーいいナノサーブですね。体力14、設置はできている。オイタンがそこを阻止、カバーしたらネス、何やってくれてんだオイタンと。ショックだ、キュウユ元チームメンバー、まだ終わりじゃないわ。そしてネスがアデを起こします。ここで4対4、人数差はイーブン、体力が削れているクレイジーラ君、お互いのトレードが続く。ポエムがトリプルキル、前半戦後半戦少しポエム選手ね、ネス選手にこうやられる。ペッパーもしっかり引けています。そしてシーカー見つけたと同時にポエムが同時に出るダブルキル。正面ではペッパーアップドラフトから相手を寄せつけない、エムをぶらして横からリパーブロのカラインをさらにショートツリー側にです。やはり7サーブで一度進行止まってしまいましたね。フィスカーも大きなダメージ受けてます、はい、ただここからリグロースで回復、
フラッシュ、ここはいいですね。そして相手に寄せつけないようなローリングサンダー、リテイクはさせませんからのシーカーです。メデューサのシーカー、リパブロネスキルトレード、4対2です。クレジラ君が設置後すぐに相手にリテイクさせないように前目にラインを上げていきます。フラッシュ見えないでしょう、見えてなかったネスなんですが、すぐさまメデューサがカバー。ペッパーもそのメデューサを落としています。ワンオツ解除鳴らして、さらに解除する、フォールドラインが入っている、ハーフまでいけるか、ハーフまでいったから上を警戒、ちょダメだ、テルミンドを避けて時間がない、いや動かない、本当に大丈夫か、頭は当てている4からアドルカバー、ペッパーを抑えて11本目、ちゃんと顔を出す可能性がありますね。いや近いの分かってるぞ。さあオイタンがミスカを抑えます。さらにフラッシュ、ポイもフラッシュ、見えていないところメデューサを抑えます。ファーストセカンドキルを取っているのはイグニス側です。現在4対2、アデが飛びます。 B サイトに合流、そのまま設置、イグニスはでも入れさせる判断でもありましたからね、問題ないでしょう。そうですね、2オン4ですから、はい、スターを回収、一つずつ丁寧にクリアリング、おいたん階段警戒しろよとピンを刺しました。あ打ちますか、うーん、さあロックダウン出るしかない、クレジラ君前に出るしかない、フラッシュから前に出る判断ですが、ペッパーリパブロとキルを取ってきます。さあそしてメデューサがシーカーを返せ、一気にエントリー、勝負の時ハンターズ距離、足の上ポポ勝ち、上を分かっていた、おいたん当て落としてネスがおいたんを返す、4対4、うわリザレクション、リザレクションアデを起こす、ポエムがです、お互いトレードが続く、4対4、パラノイア、アデが返す、見せれるか、そのまま取り切ったらクレイジーラク、そこをキャンセル、おいたん潰して挟まれている、アフターショック逃げ場を考えられている、1人2人目、熱が取り返す、アデでおいたんドリブルキル、あれがペッパー返す、クレジラ君時間がない、あと10秒時間がない、なんで置いた、なんで置いたは生きている、4人目、セリフに持ち帰ってネスが最後、置いた遅く切ります、ワンオス最後はポポ勝ち、追いついたオーバータイム、なんでこのラウンド取れるんだ。さあここで B、 ペッパー選手が楽々と侵入、ボーダウス、まずアフターショック、フラッシュポイントで時間は稼ぐ、ただこのクラウドバースト、ワンウェイワンウェイから顔を出せないのもクレジラ君、出てきたところペッパーが抑えます、アデも抑えた、リバブロツモ5、そしてポエム張り付いていました、最後は追いターン13対12、逆転に成功、ブラックバルユリス、スタンを入れて斎藤君丁寧に2人落とし切って、中央ラークのポポガチが1人削る、キャッと進みツリー側へ、これショートスターが2つ設置してありますからね、スターを回収、リパブロここはプレッシャーが相手に与えていきます、フラッシュから勝負、リパブロ、うわ A は任せろっつっただろうと、さらにはグラビティ、どれだける A は任せろ、リパブロペッパー返して熱が取り返します、ワンオンフォー、20秒でスパイクモンシル、王者がアセントを落とすのか、ステージ3は俺たちだ、あと10秒、ブラックバルス、ずって人数差をちゃんと作ってからのこの手バリオブですね、うん、詰めているのを後ろから追いかける形で挟み込みました、クレイジラ君、ポイムペッパーを落としてファーストブラッド、そしてセカンドキル、3人目、ここはスタンをもらっていたリパブロ、抑えたのはフィスカでした、ただしっかりと1人返しています、4対2、そのままピラミッドへ設置、ああロンクを設置、面白いですね、ケイブ、まあ、あとはロング側への設置ではなかったですね、内側の設置です、そしてスポーン側はバリアオブで防いでいます、ポポガチがブリッジ側から、いやこのバリアオブ強力ですね、そしてファーストラウンドは苦しいか割れません、メデューサが飛び越してポポガチを抑えます、最後はバッチが追いターンを抑えて、まずはファーストラウンドはクレイジラ君がしてくれ、来たら味方のカバーに行くという、なんかこの距離感面白いですね、そして裏を詰めていたフィスカー、ペッパーここは勝負に出て前目、スクリーンが開けて詰める判断、警戒が薄れたか、いやシーカー
ここは1は割れている。オイタンを逃がしません。フィスカー2人を抑えてそのまま B エントリー。さらにバリアオーブ、 B トンネルからの射線を切りました。ただです、ここはリパブロンに倒されてしまいます。設置は完了してますね。はい、4対3。さらにはクレジラ君、相手のスポーンから、そしてトンネル側からの射線をスクリーンで切ってはいますが、ポポカチがヘッドショットバッチを押さえています。そしてまたもやアデの裏取り、ここはポエムが抑えました。ソンツ、さあワンオンス、最後はワンオンワン。でもそのアンサーとして B 抑えに行く判断だったんですが、ワンオンワンのトレード、ただよくリパブロも一人返した。おお乗った、おお乗った。バリオーブから置いた逆ラッシュ、リパブロを取りに行って B を渡しません。3対2。見えないでしょ。さあいるのが分かりました。ガイディングライトがセリフワーク。さあここでポッポカチがその後ですね、フラッシュアートのメデューサー油断したところを狙います。中央でワンオンスリー、最後はエルボーからポッポカチですね。アデ選手をおた、そしてここは3人でまずは中央上がって B トンネル上がり、フィスカーがスモークからまだ倒れない、メデューサのカバーまだ倒れない、複数のクレイジラ君、ここは迅速果敢に B を攻めていきます。非常に早い展開でしたね、はい、さあね、さらにはトンネルを閉めて相手がリテイクするのを待っています。バイクを設置、これ誰一人と削られることなく B 設置まで完了しましたが、そうですね、ペッパーが中央を取っている限り、はい、ブラックバードイグニスは B に寄る必要がないんですよ。フィスカーのスモーク、フィスカーのスモーク、それを利用してリパブロが前に出る。バリアオーブ、それを利用して前に出るリパブロ、スローブ、3人目とはならないか。メデューサリパブロ落としてドアから顔出す、そこは置いたがリカバリー、そして最後はポエムのカバー、ブラックバードイグニス、バードイグニスになってしまうんですよね。そしてここはアデのバイパスピット、まあ、A サイトでね、オイタン選手がバイパスピットを使用していましたが、ここは引いて味方と合流、4名で取り返しの判断となります。ブラックバードイグニス相当 B サイトのリテイクは難しいと思うんですけれども、何か作戦があるんでしょうか、はい、アビリティはまだフラッシュ、リコンボルトも残しています、スローも残していますね。いやバッチももう弓しか構えていません。ただ中でポポカチリパブロがキルを取ってフラッシュ入る、バッチ抑える、いやいや優勢はイグニス、ワンオンワン。さああとは中野アデです。セグバイで入りますがハーフ、いやでも時間がない。さあスモーク外に投げていく、見つけたというセリフで味方が前に出る。ミスか正面、さらに2人目、ネスがバリオーブ、射線を1つ切っていく。メデューサポエムのキルトレード、2オン4、ブラックバードイングニスが2名です。ただここはセーブの判断になると思いますね。さあここはドアを開けてギリギリまで、さあオールドロン1人見えました、そのままエルボーも確認していきます。どう取り返すかブラックバードイグニス、タイムアウトでどうリテイクするかをおそらく話していたでしょう。ボイム選手の C カーも上がっています。オイタンのまずは空爆から口火を切っていく。さあ一気にスクリーンが上がって、まずはメデューサがペッパーを落としています。十字に切ったスクリーン、フィスカーポエムキル取り合ってシーカーも破壊しています。そのままフロートです。横からバッチのカバー、ハンド側に持ち替えて最後もメデューサのカバーですが、あえて外に出られてね、本当にテイクしにくいですかもな。さあということでショップでの打ち合いが始まっております。現在打ち合っての2対4、ここは意を決して A が詰めてましたね。さあ調整ラウンドのブラックバードイグニスです。 A サイトそのまま設置はクレイジラ君、バッチが寄ってきたペッパー戻して残ったら置いたんです。持ってる武器はマーシャル、相手のヒゲはしっかりロックしています。いやーそれ抜きますか、わハンタースキュリーも全て受けていく、スローブも入ってきます。置いた、まずは壁を割ります。バイクを設置、少しネスにもファントムの弾丸は当たっていました。ネストリパブロキルトレード、ポポカチがフィスカーを返して4対3。こうなると忘れてはいけないのは、ね、アデが空爆構えてます、はい、これですね、会場を聞いての空爆、ただ間に合う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 、ガチ会場、サリアペッパーがマッチを抑えています。ブラックバードイグニス必要だった、ただ裏から3名、フィスカーがキルを取る、
ファーストブラッドは設置後、フィスカーがダブルキル、ボンボ勝ち、ペッパー、リパブロと返していく。あっという間の2オン2。まだフィスカー戦争中、ボンボ勝ち、ピークしながら、プレッシャーをかけていく。あ、で落として、ワンオンツー。どうだろう、フィスカ。囲まれている、ポポが抜けてますね。これ、警戒できてないんじゃないか。オルトロ見えてない。見えてないですね。正面しか見えてません。後ろ取ったフィスカ。ヒヤッとした一瞬の背中。二人目。落ち着いてます。バンダルでさばいていく。三人目はいきません。後ろの置いたんです。ただもう夜時間は稼げました。はい。削られてしまったブラックバードイグニス。3対4。ただオイタンがバンダルを回収できています。張り付いているポエム、そこをさばいたらメデューサ。 A サイトに侵入できません。ブラックバロユニス、トキシックスクリーンが視界をさらには遮断している。壁を消すわ。オイタン側の遮断、これトキシックスクリーンも一旦切ります。いやー、でのポジションもこれ策定がない中で苦しいですね、はい。アデのスクリーンは上がっていません。その間にゆっくりと侵入していくんですが、このアデの射線意外とね、分かっているようでね、クリアリングがやっぱり最後になってしまうんですよね。お互いのワンオートレード、ワンオースリー。ガイディングライトもそろそろ上がりますからね。ピラミッドの守護神となれるか。スクリーンは降ります。メデューサナイフでのピーク、そして最後はバッチヘッドショットでオイタンを抑えます。ネスのスローモン A に侵入、入っている。メデューサが抑えて、ペッパーを抑えました。ここは無理やりでも設置に入ったリパブロ、バリオーブ、そしてトキシックスクリーン。ただネス、バッチとキルを取っています。バッチが2人目も抑えている。あっという間にオイタン1名です。ワンオンフォー、空爆の構え。ただこの人数差では抑えれないか。すでに解除に入っている。ケイブ側ではフィスカーが前に詰めていき、オイタンを仕留めました。置き土産ですね。アデ選手を落とします。バッチがアデに対して、はい、お前なんで落ちたんだよ。手ざるを得ない。クレイジラ君寄ってますね。寄ってますね。3名寄って、ただアデは A に残ります。バッチも A に残る。フェイクだとしっかり分かっていました。バリオーブから設置は完了。ブラックバードイグニスが A サイトに設置完了です。ポエムがメデューサ寄ってきたところを抑えました。さらにフラッシュ、ネスが B から寄っていくところ、ポエムを抑えます。4対4。あれ、いや、いいところですね。頭1個リパブロ抑えます。ポポカチもフィスカ抑えて3対3。お互いのキルドレード、ネスのこの位置非常にいい。テールウィンド、アップドラフト、ペッパーを抑えていった。あれが解除、ペッパー出るしかない。いや、クラッカル解除できない。最後はやはり置いたんか。バッチが置いたを抑えますが、解除は間に合いません。ブラックバードイグニス、クラッチです。ローク、ここは早めブラックバードイグニス緩急つけてきますね。もう5名で B へ入っていこうという判断です。ハンターズ距離、アップドラフト、ペッパーが道を開けます。いいエントリーですね、ペッパー。これがペッパー、中央回ります。リグロス回復、ショックボルトは飛んできますが、しっかりと相手の視界を遮断するように。マリオーボもかけています。お互いのシーカー、メデューサ、ポポカチを抑えて4対4。裏のポポカチが倒された。ペッパ、スネークバイト少し痛かったか。フィスカーすでに裏を詰めている。遅れた。メイン側ではフラッシュ、オイタン壁抜き、そのままメデューサを抑えます。ジャッジアデ、ジャッジアデ、後ろからバッチ、ワンオースリー、またもやオイタン抜いた。いや、これ空爆、どうだ、相手を引っ張る。守護神オイタン、解除はさせません。クラッチ、再びクラッチ、オイタン残せば問題なし。まあ、ただクレジット状況苦しいんですね、ブラックバルネスも。取り切ってはいますが、毎回オールダウンしてますからね。さあ、クレイジーラ君がもうネス選手がシェリフですからね、バッジもマーシャルです。壁を消す。いや、置いた空爆ポジションですね。フィスカーはそれを警戒しての裏取りに向かっています。さあ、潰しに行くことになるか。ファッション入っている。ショップ側かなりいけるか。バッチ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 バッ
もうやりたいことお互い、まあ、特にはブラックバードイグニスも、まあ、自分たちがそれほど武器が強力ではないというので相手を引き込みたい引き込みたい待つ待つという構えが逆にアダになあくまで出ないガチ解除という見事な判断。12対7追い込まれたブラックバードイグニス。リバブロマリオブ隙間を開けて A バサミの構え、ペッパーファーストブラッド。いやペッパーのファーストブラッド本当に頼りになりますね。削られながらも道を作ります。リバブロ張り付いてる。ピスカ警戒はできてる、警戒はできているが銃先が見えない。そしてオイタンのバイパースフィット設置に入る。バッチ泳がす、これバレてない、バレてない、泳がせて2人3人で敵残り。ペッパー泳がせた、のせメスデューサがリバブロ、最後はメデューサ落とし切った。クレイジーダックあった感じですか最後。そうですね、なおかつメデューサ選手が A 名に対してガイディングライトで今から